こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ハッセルブラッド用のレンズ、カール・ザイス、プラナーの 80mm C タイプレンズ、白強度になりますね。はい、標準レンズになりまして、とてもですね、ポピュラーなレンズになっております。こちらはですね、ノンティスターコーティングになってますね。はい。コーティングが違うとですね、こちらノンティスターコーティングになりますので、ティスターのコーティングがかかっているものよりですので、ものよりですね、幾分かですね、コントラストがちょっと柔らかくてですね、こう、ふわっとした写りになるんですけれども、そちらの写りの方がですね、まあ、お好みの方も多いんですので、このとてもいいレンズになっているんですね、人気のあるレンズになっておりますので、ぜひチェックしてください。ということで、外観から見ていきますけれども、こちらとても美品の個体ですね。ご覧いただいてます通りですね、使用感、経年感といったものはほぼほぼ見当たらないぐらいの綺麗な状態ですね。はい。どっかに落として歪んでしまったりとか、ぶつけたり、擦ったりしたような、あとは全く見受けられないですね。はい。ご覧いただいてます通りです。レンズも前玉、後玉ともに擦れ傷、ひか傷、コーティングの剥離、摩耗もなく、大変綺麗な状態、キープしております。ご覧いただいている通りですね。中玉にも、曇り、カビ、バルサム切れ、見えないですね。チリホコリの混入もですね、こう、ライトに透かしてみても、ほぼほぼ見えませんでしたので、大変綺麗な状態、キープしていると思っていただいて大丈夫です。まあ、撮影していただいてですね、こう画質に何か影響の出るような瑕疵は全くないと思っていただいて大丈夫です。コピーレビューとかもしっかり聞いてますね。はい。この、リングの動きですね。はい。シャッタースピードとか、この絞りの動きにもですね、動きのムラとか泣きとかなくて、非常にスムーズに回っております。このボタンもですね、連動ボタンもしっかりと機能してますね。でもって、ピントも、このヘリコイドもですね、いっぱいまで滑らかに、一定のトルクで回っております。では、ボディに接続して、はい。シャッターをチェックしていこうと思います。シャッターは、低速の1秒から見ていきましょう。これ1秒ですね。はい。安定して、はい。刻んでおります。次が、2分の1秒です。はい。2分の1秒も、はい。一定して、はい。安定してますね。続いて、4分の1秒。はい、いいですね。はい、計測に粘りとかなくてですね、しっかりと入っているのをお分かりいただけます。続いて、中速の60分の1秒です。はい、もう一瞬ですけどもですね、しっかりと入ってますね。はい、最後に、500分の1秒、高速シャッターです。はい、こちらも一瞬、しっかりとですね、入っているのが、はい、お分かりいただけます。ということで、低速から高速まで、はい、シャッターに問題なく、しっかりと動作しているのがお分かりいただけます。でもって、ボディとの連動ですね。こうシャッターとこうシャッターチャイルの連動もですね、しっかりとガリガリ重くなったり、変なになったりしないで、しっかり連動してますね。で、ボディとの立着にも問題はなしです。付属品が、リアキャップ、フロントキャップ。になっております。はい。ということで、はい。非常にいい状態のですね、プラナー C タイプレンズ 80mm ですけれども、念のためですね、末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃、調整を改めてご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で受け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、ハッセルブラッド用のレンズ、カールサイズ、プラナーの C タイプレンズ 80mm 白強度になっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。